空美沙さんとおっしゃいます。幼い頃から歌が大好きで、特に美空ひばりさんの大ファンだったとおっしゃいます。学生時代はコーラス部に、社会人になってからは混声4部合唱団に所属をされていらっしゃいました。特には歌だけではなくて書道もこなす、まさにカルチャー派であります。今日はご自身のオリジナル恋しのぶを歌っていただきます。ではお願いいたします。